はい。チゃオ亀岡です。お久しぶりです。今日はですね、3日ぶりに、あの、番組をね、お届けしようと思ってるんですけども、この3日間ですね、僕はあの、出張に行ってまして、よくね、青年会議所とか、まあ、商工会議所ですね、に呼ばれてね、客員講師であったりとか、まあ、講師をしたりとかします。まあ、テーマはいろいろありまして、まあ、マーケティングであったりとかね、僕がメインにしてる広報であったりとか、あとはね、株式投資のとかね、資産運用の、まあ、セミナーを頼,頼まれる時もあります。あとはね、大学の客員教授として、まあ、京都とかね、 えー、成大学とかいろいろ行ったりするんですけども、まあ、今回はね、そういった意味では、まあ、あのー、講師としてね、えー、呼ばれて、その後ね、まあせっかくなので、えー、地元のね、美味しいお店を回ったりとかしていたので、ちょっとね、3日ぐらいずっと東京を離れていたんですよね。まあ、皆さんにはね、えー、こういうのをコミュニティサイトの方で、 写真式でね、お届けしたと思うんですが、まあ結構ね、綺、え、麗、ー、な富士山が撮れたので、まあこちらの方もね、まあ縁起がいいということで、まあちょうどね、行きのね、飛行機の中でね、えー、撮れたので、こちら皆さんの方にシェアさせていただいたんですけども、縁起がいいところがね、株価はね、だだ下がりするみたいな形で、もちろんね、えー、出張先でもね、えー、ニュースはずっと見てますので、あとツイッターにね、最近はそのニュースの速報を,を出してますので、 えー、わかっていたんですけども、まあ、僕はね、あの、証券口座はね、動かさないんですよね。えー、出張中で、結構旅行先でね、えー、例えばね、その、旅館の中で、こう、口座を見たりすると、結構興奮状態にあるじゃないですか。その非日,日常なので、旅館とかね、旅行先っていうのは、結構ね、思わぬ、その、なんて言いますかね、興奮状態でトレードをしてしまったりとか、その、いつものね、冷静な判断ができないことが多いんですよね。昔は結構ね、海外に行っても、海外からわざわざね、口、えー、座を開いてね、トレードしたりとか、場合によってはね、そうできないとこもありますね。国の 規制で、えー、証券口座が開け開けなくてねととししたたこももありましたけども今はだから、まあ、一週間ぐらいの,その出張とかね、海外旅行の場合はね、僕はトレードしないですよね。トレードせずに、むしろね、えー、戻ってきて日本で口座を開いてね、上がってれば、爆上げせればね、やったぜ、みたいな形で、あの、美味しくね、利確をしますし、だだ下がりしていたらね、いよいよここがね、えー、ずっとね、その細かくトレードせずに、逆にね、えー、大きく損をしなくて済んだなと思って、えー その押し目がちでね、押し目買いで買っていくみたいなねそういった形でむしろその。 長い期間のね、えー、バカンスであったりとか、その不在期間を利用してトレードすることが結構今は多いです。まあ、細かくやってもしょうがないので、まあもちろんね、デイトレーダーがね、そのもう、もう病的にデイトレードしてる人が、その3日できないというと手が震えてくると思うんですけど、ガクガクガクね、えー、禁断症状で、僕はあの、何度も話すてとデイトレーダーじゃないので、えー、どちらかと,いうと中長期のね、えー、バリュースタイルになってるので、まあ別にね、えー、1週間ぐらいやんなくても、やんない かったとしても、まあ、中長期の戦略が変わらない限りは、まあ、全然大丈夫ということになります。 まあ、そういった意味ではね、南の方にバーって行ってね、えー、まあ3日間ぐらい、まあ合計ね、4日ぐらいですかね、東京を離れていたということになります。で、その間にどうなったかというと、まあ下がりますよね。えー、合計で1800円から2000円ぐらいですかね。今ちょうど戻ってきたばかりなので、今ね、朝から情報収集してるんですけども、もう本当に僕はあの、あのー、出張先で一切ね、えー、何もやらなかったので、仕事はしましたよ。仕事はしましたけども、それ以外ね、えー、もうずーっと冒頭していたので、 えー、そういった意味ではね、えー、公演以外はほとんど頭を使ってなかった。まあ、逆に言えばね、知ってる通り、僕はあのゴールデンウィークずーっと動画はね、1日3本ぐらい撮ってたので、まあ、初めてのね、まあ3日ぐらいの休みをもらったぐらいのイメージなので、まあ正直ね、土日もずっと動画やってるので、まあ、あの、365日だったらね、えー、ようやくいつか1週間ぐらいね、休みを取ったぐらいのイメージなので、そんな休んでるわけ、休んでるイメージはないんですけども、 えっと、まあ、2000くらい下げたのでね、75日線をまあ突破して、まあ嫌な動きではありますよね。えー、このままね、まあ最後に今日なんでこれぐらい下げてるのかっていう6つの理由ですね。6つの理由と、あと僕のね、えー、じゃあ今後のその相場のその下値予測ですね。これもお話しして,きしていきたいと思うんですが、まあやっぱりね、個人投資家がずっと買ってますよね。特に信用買いでしていたので、 あの、米国も下げましたけども、米国以上にやっぱ下げてますよね。これはまあもちろんワクチンがとか政府が政治がってのはありますけども、やっぱりね、個人投資家信用会であれで買い挑んでいたので、ここに来たね、ロスカットとか強制ロスカットとか、あとはね、損切りであったりとかね、まあ一体退場とかね、あのまあ、え一旦その利格をするとかってことで、まあその売りが売りを呼んでるっていうのがやっぱ一番大きいんじゃないかなと。まあもちろん米国も 下げてますけども、まあ、明日以降も下げるかもしれないですけども、まあ、それ以上のね、まあ、3倍ぐらいの勢いで下げてますよね。まあ、それぐらい日本のねえ、個人投資家が信用ですよね。現金でやってるうちは、僕現金なので、あの、信用取引、まあ、一切してないので、これも番組にちゃんとお伝えしてますけども、一切してないので、だからね、 え、旅行先でも別にこう、証券口座を気にしなくてもいいっていうのがありますよね。現金でやってるからっていうのがある。これ僕信用やってたんですよ。レバレッジをかけてたら、それはもちろん旅行先でも、お衣を食らったらやばいので、それは見ますよ。でも、見なくて済むっていうのは一つ、やっぱ現金でやってるからっていうのはありますよね。で、やっぱ信用やってるので、結構ね、ロスカットとか退場とかね、強制的な、あの、まあ、あの、ロスカットってのもあるんですけども、 あと、サーキットブレーカーとかね、えー、まあ、AI でね、えー、どん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 その、やばいやばいってことで、えー、売りが売りを呼んでるんじゃないかなと思います。で、この後どうなるかってところなんですけども、まずじゃあ僕はね、戻ってきて証券口座を開いて、結構大きなね、マイナスになってるんじゃないかなと予測をしてました。もちろん、えー、それはね、えー どうなったかっていうのはね、あの、今からお話しするんですけども、実は先月比でプラス14万ですけどね、14万6000円の、まだプラスで済んでるんですよね。で、これはね、やっぱ銘柄、なのどの銘柄を選んで、どのような形で買ってるかによって、やっぱ全然変わってくると思います。中にはね、この番組を見てる投資家の中にも、そんなにダメージがないと。まあもちろんあるけども、トントンぐらいで済んでると。ね、今までのプラスに対して、まあね、えー、トントンぐらいで済んでるとかいう投資家も結構いると思いますね。で、 どの銘柄が下がって、どの銘柄が上がってるか、で、どの銘柄が変わらないかっていうのは、実は大きくもう出てますよね。例えば、証券系はそんなに下がってなかったりとか、あとはね、えー、商船ですよね、えー。三井商船とか、えー、商船三井とか、日本郵船とか、川崎汽船もそんなに下がってないですし、あとはね、何、えー、ですかね、えー、鉄鋼系もね、えー、日本製鉄なんか今日見たらむしろ上がってましたしね。 えー、それか、ケミカルとかね。ケミカルもちゃんと選んでやってれば、えー、三菱ケミカルとか、その辺だってほとんど変わってないですよね。あと、えー、宇部工業です。高さ山でしたっけあの辺もむしろ逆高だから上がってるんじゃないかなと。なので、大きく上がってる銘柄と、大きく下がってる。そしてほとんど変わってない銘柄っていうのこれ、ものすごく3パターンで分かれてるので、やっぱ大きく下がっていく銘柄をか選んで買ってしまった人は、しかも大きくね、レバレッジをかけて買ってしまった人は、 やっぱりね、損が大きくなってると思います。で、僕みたいに大きく上がったりとか、むしろ変わらない銘柄ですよね。えー、この辺をちゃんと重点的にね、主要銘柄として、えー、管理してね、えー、選んで保有している人は、むしろ先月ね、大きく利,利益が伸び、伸びたので、別に利益が出てるわけで、伸びてるわけじゃないですよ。まあ、変わらずみたいな。先月と変わらず、トントン、ようやく収支トントンかな、みたいな。これ以上下がったらマイナスになるようぐらいの今、状態なんじゃないかなと思っております。だも想定内ですよね。 全然想定内で、むしろ僕はね、僕はですよ、個人的に別に全然真似しようないですし、僕は何度も話せると、アナリストでも何でもないですし、別にね、チャートの動きとかテクニカルの話をしてるんじゃなくて、僕が今実際にリスクを負ってね、えー、緊張感の中で売買してる僕の喜怒哀楽をお伝えしてるだけなので、テクニカルとかね、えー、経験とか失敗談をもとにね、えー、なので、えー、僕自身もね、今も戦々恐々としてますけども、まあ、ここはね、僕はあのー、まあえー、買っていく、 つもりではいますね。現金をね、しっかりとプールしてありますので、えー、ここからね、えー、銘柄を選んで、さらにここから上がっていくもの、大きく下がって、ここからね、えー、さらに、えー、チャートを伸ばしていきそうなものをね、押し目買いいという形で、えー、買っていく。この場合は逆張りですよね。ここからさらに上がっていくものは順張りですよね。えー、これをちゃんと使い分けて、ここも使い分けるということが大事なんですよね。で、どの銘柄があって、どの銘柄が下がっていくのかっていうのは、次の番組で、まあ、特別編としてね、せっかくこうやってね、大きく相場が動いているので、 僕は相場が動いているときはやっぱり一番あのね、動画上げたいと思ってますので、ちょっとお伝えしたいなと思っております。で、今回6つですね、なぜこれぐらいその相場が動いたのかっていうのを、ちょっとね、えー、まとめてね、総括としてお伝えしていきたいなと思うんですが、あくまで僕のことね、個人的な見解であって、個人的な考えですね。なので皆さん皆さんでいろんなニュースとかね、雑誌とか見ながら検証してい,い,いってもらいたいなと思うんですが、まずはね、 米国で新学新型のコロナウイルスワクチンとかね、えー、接種が進んでますよね。これによって景気回復が予想以上に早いというふうに今ね見られてるんだと思います。予想以上というのはどのくらい早いかというと、もうねニュースをちゃんとチェックしする人だったら分かる通り、もうリモートワークはもう。 終わりますね。アメリカは。日本なんかまだまだね。むしろこれから本格的にリモートワークが <laughs> 開始されそうな勢いなんですけども、アメリカはリモートワークをもうやめようとしてます。<laughs> むしろ強制的に出社させるっていう会社が増えてきてますので,で、アメリカはね、その辺ね、なんかこう、やっぱりドライなので、いや、リモートワークを拒否するなら、 えー、じゃあもうやめてくださいみたいなあの雇用契約上そこ第何条に書いてあるのでリモートワークは認めませんってありますよねこういう状況以外はなのでゴールドマンサックスとかね、えー、証券会社系は特に、ね、あの出社を今強制要請してきてますよねそれぐらい景気が回復してるということなんだと思いますなのでい、えー、いよよよねそれによって えー、半導体とかね、えー、このグロースが売り,売り出されてるんですけども、これはインフレが高まってるってことなんですね。えー、米国消費者物価指数というのが急上昇します。確か昨年の2倍、4.3%、僕も今日戻ってきたばかりなので、もっと、ね、正確な情報はどんどんどんこれから仕入れていきますけども本、本当に出張中はニュースとかね、一切チェックしていなかったので、えー、4.3%ぐらいだと思いますね。間違っていたらちょっとコメントにね、書いていただきたいんですが、えー、そういった意味ではね、 昨年の、まあ、昨年がまあ低かったってのがありますけども、2倍近く上がったんですかね。あそういった意味では、インフラ懸念。で、インフラ懸念されると、えー、テーパリングであったりとかね、FRB が金利を上げるざる得ないと。まあ、景気の引き締めのために、ね、やっぱりあまり高くなりすぎると、で、韓国でね、不動産問題って今社会問題ありますよね。あれはなぜかというと、あまりにも不動産が上がりすぎて、中間管中、中間所得者とかね、低所得者が不、あの、家を買えなくなっちゃうんですよね。これ日本でもありますよね。 アメリカでも今ね、不動産価格が上がってますが、やっぱりあまりその物の,の価格が上がりすぎると、富裕層はいいですけども、ね、どんどんどん転売してね、不動産を転売して、えー、儲ける人はさらに儲けるってなりますけども、やっぱり本当にね、えー、その特に民主党は、えー、どちらかというとリベ,リベラルなので、富裕層の方ばかり向いてるわけじゃないので、本当にね、困ってる人たちがさらに困ってしまうこところなので、金利を上げざるを得ないと。それが、 懸念が高まってるっていうのが多分一つあるんじゃないかなと思いますね。これで下がったと。まあでも一番の理由はですよ。ここのところずっと上がりすぎた。まあこれに尽きると思いますけどね。だから調整が必要だったと。これがまあ一番の理由なんですけども、まあそれを語ってしまったらしょうがないので、まあそれがね、0だとすると、1がこれになります。で、二つ目がね、これ台湾ですよね。 台湾が、そのね、今、あの、コロナがね、感染ず、感染者ずっと止めてたんですよね。で、僕もね、あの、まあ、台湾に、まあ、住んでるね、経営者とかいるので、よく話すんですけども、まあ、日本はダメだね、みたいな。日本はなんで封じ込めないのみたいな、ずっと言われてましたからね。まああ、日本は甘いよ、みたいな。台湾は、みたいな。コロナを、みたいな。ああ、そうなんですね、ずっと聞いてたんですけど、<laughs> ここに来て、 台湾ね、あの、感染者増えちゃったので、えー、それによってね、やっぱ台湾が今、その、半導体をね、えー、世界のね、どっちかと,いうとハブとなってますよね。ハブっていうのは、す、え、べ、ー、てをね、なんてこう、中心として、えー、動いてると。まあ、これに対抗するために、まあ、日本が、実はね、水面下で動いてるんですけども、ちょっとこれ番番組からそれるので、違う番組で話しますけども、その台湾がコロナのね、感染者数が増えたってことで、いやいやいや、今ね、やばいんですよ。今、実際、実際には、えー、半導体が足りなくてね、 5G、6G、えー、それが自動車、EV、この辺がね、動かないと。生産内がストップするぐらいだったのが、もっとストップしてしまうんじゃないかっていう懸念から、えー、台湾のまず株価が下がって、これが世界中に発生したと。特に日本とかね、えー、米国に発生したと。これも二つ目の理由として挙げられますね。で、三つ目がね、えー、やっぱり、えっ、ー、と、今ね、日本も決算シーズンになって、まあ、企業決算は悪くないですよ。あのー、僕見て、見てますけども、やっぱいい、特に今までずっとね、 えー、ゲラクトレンドだった銘柄が、えー、プラスに転じてきてますので、悪くはない決算なんじゃないかなと思いますが、まあ、こうによってね、えー、まあ、買いポジションを取りにくいと。まあ、要はね、えー、積極的に買いづらい。まあ、ちょっと様子見ようかっていう投資家が増えたので、えー、売り圧力の方が勝ってしまったというのがあります。で、売り、売り圧力が勝ったらどういうことかというと、まあ、いや、いいよね、えー、掛け合わせて相場っていうのは動いてるので、やっぱりね、プラスの勢力よりも、 まあ、マイナスの規制力がどん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 大きくなれば、それはね、えー、えー、ロードオブザ・リングじゃないですけども、闇の力が増してね、別にどっちが闇かっていうのはちょっと置いといて、えー、やっぱ相場というのは崩れて、どっちか一方に崩れていってしまいがちなんですよね。そういった意味では、大口期間によってね、先物の,の売り崩しが実際にあったんですね。ここ、3日、4日、1週間ぐらいで、これによってね、先物が崩れたので、えー、現物も、まあ、 今現在進行形のね、市場も崩れ始めてると、まあ、先を見越してね、えー、いうまあ動きになってます。なので、まあ、ここらで一旦ね、えー、一旦まあ大口機関がね、売り崩しておこうというふうに考えたんだと思いますね。で、やっぱりね、えー、空売りリ税は下がれば下がるほどね、えー それはね、空売り、まあ、大口家が先物学は,は一概には空売りとは言えないんですけども、まあ、下がれば下がるほど、まあ、儲かるっていう勢力もいるわけなんですよ。上がれば上がるほど儲かるいう勢力もいます。で、これはね、まあ、どっちか一方通行だけではないんですね。これ、両方いるから、えー、相場ではボラが強くなって、上がったり下がったりすると。だから、僕たちはね、えー、儲けやすいし、儲けやすいっていうのは一概には言えるんですけども、一つの側面としてね。まあ、そういった意味では、えー、まあ、これがね、えー、売り崩してきたと。 まあこれはまあどっかのタイミングでま毎回起こることなのでまあ想定内に即方がいいですよね。だから急落とかね、年に2回ぐらい起こりますよね。年に2回起こるってことを初めからまあ想定に入れてね、資金管理とかリスク管理をしとくと。これが大事ですよね。で、さらに個人投資家の買いですよね。これどういうことかというと、これがね、ちなみにその先ほどの米消費者物価指数ですね。これ2009年以来ってことなので、 15年とか16年ぶりですかね。えー、これぐらいの、おえー、ぶりにですね、大幅な伸びをしたと。だから、前回のリーマンショック以来というふうに考えてもいいんじゃないですかね。えー、それぐらいその消費者が、物価指数がね、伸びてるってことになります。で、これがね、個人投資家のこの買い圧ですよね。買いの積み上げなんですけども、まあ、とにかく2月からずっと信用買いで買い進めてるんですよね。 で、僕もね、周りの、そのね、友人とか最近投資を始めて、よくね、LINE でい、親友には言います。あの、個別メーの相談などはないですけども、今そんなに信用しない方がいいよって言っても、やっぱ信用してる人多いので、あの、信用で買いでね、なぜかというと、やっぱね、あの、今買っとこないと損をするっていうふうに言いますよね、皆さんね。これでどんどんどん増えちゃったので、ここに来て売り圧力とかね、えー、先ほどの大口さの、えー、まあ、売りくじしで、 えー、この信用買いをしている人が怖くなって逃げたりとかね、まあ、逃げるとは別に悪いことじゃないですよ。あとはね、損切りしたりとか、強制ロスカット退場ということで、えー、今、崩れてるとで。もっと下がるとね、もっと強制ロスカットとかね、お衣装が増えると思いますので、まあ、ここ正念場かなと思いますね。で、えー、それらを含めてね、えー、どん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 強制ロスカットがね、 えーまあ、増えてるんじゃなないいかなと思いますねこんだけ信用がね、えー、積み上がったので、まあ、ここは僕の番組ではね、えー、ずっとここの部分は懸念材料だというふうに話してましたし、まあ、つなぎを入れてもいいかなと思ったんですけども、まあ、こういった形で、まあ、崩れてる状況になります。でそれからね、えー、世界マーケットの中でやっぱワクチンの接種率および普及率の出遅れから日本市場が今一時的なリスク資産になりつつありますよね。要はリスク回避 の市場ととしててて見なななされてきてるんじゃいいかなと思います世界から見たですよ。例えばね、インドは当然ね、株式市場多分そんなに強くないと思いますね。それからやっぱり日本ですよね。日本今買う理由って何かなと。まあ、個別銘柄の決算内容はいいですよね。ただ、やっぱりワクチンのそのリスクが高いですし、緊急事態宣言も連発してるので、じゃあ世界から見た場合ですよ。 世界から見た場合、もう欧州とかって、もうワクチンの普及率がどん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 増えていって、あの情報修正、情報修正っていう形で、まあ、ユーロ圏はね、成長が加速してるんですねで。アメリカはやっぱ早いです。アメリカは早いですし、それからね、中国はもちろんね、人口多いので、まあ下がってきてますけども、えー、5年後ぐらいからね、下がり始めますけども、それに欧州が追いついてると。で日本は超出遅れてるんでしょうね。 なので、一旦スルーされているっていうのが今現状。これらが踏まえて、えー、まあ全体的のね、えー、まあ積み上げていますかね、えー、総合判断の中で下げている。まあ、特に米国よりも日本の下げ圧力が強いということになっているんじゃないかなというのが僕の見立てになります。 じゃあ今後その下値予測ですよね。じゃあどのくらい下げるのかっていうのをまあ考えていきたいんですけども、まあ一旦ね、大きく下がったとして26,450円。ここにね、ちゃんと今回ちゃんと平行線引きましたけども、ここに大きなその平行ラインって言いますかね、平行線がありますので、今、えー、今日時点で27,000、今現在の時間でで,ですね、えー、27,582円なので、 まあ、明日以降もね、一旦持ち返した後、もう一回下がる可能性がありますね。そうした場合は、26,450円ぐらいまでは、ちゃんと見といた方がね、リスク管理、リスク管理とかが非常に大事です。それから資産管理、あの資金管理ですね。分割をするとか、タイミングをちゃんとぶらずらすとかね、えー、こういったことをして、えー、ここまで見といても悪くはないんじゃないかなと。ただね、えー、まあ、27,000円ぐらいで切り返してもおかしくないかなと思いますので、 あと500円幅ぐらいで一旦ね、落ち着くんじゃないかなと、僕の予測ですけどね、で当然このあたりもね、えー、まあ一つ今日のね、この段階でも大きく下げてる節目になりますので、まあ一番下がってね、えー、直近ですよ、直近は26,450円ぐらいまで見といてもいいんじゃないかなと思っております。で、僕はね、えー、当然買っていこうと思ってますので、まあこの3本の線の中でね、えーまあ、資金分配、資金管理をしっかり行って、えー、リスクをね、 今はまだ現金なので、えー、信用はしていないので、えー、信用のない、ね、現金の中でレバレッジをかけずにね、こっから買い取んでいこうと思っております。その戦略についてはね、次の番組でね、ちょっと今日はあのー、帰ってきたばかりなので、お話したいなと思っております。まだ今日はね、えー、急落の3つの理由と、えー、下の予測ですね、をお話したいなと思っておりました。それでは今日はね、以上になります。高速で、GO!